ゼーマン効果の模式図。磁場がない場合は縮対している。軌道エネルギーが磁場がかかることで分裂するは、原子から放出される電磁波のスペクトルにおいて磁場がない時には、単一波長であったスペクトル線が原子を磁場中に置いた場合には、複数のスペクトル線に分裂する現象である。原子を電場中に置いた場合のスペクトル線の分裂はシュタルク効果という。 1896年にオランダの物理学者ピーター・アッツェーマンがナトリウム原子を磁場の中で発光させたときにその D 線のスペクトルが数本に分かれることを発見した。発見された1890年代は原子の内部構造の研究が進められていた時代で原子中に振動する過電粒子が存在することの証拠の一つの現象とされた。ヘンドリック・ローレンツ ジョセフ・ラーモアなどによってこの現象の理論的な検討がなされた。ローレンツの古典電磁気学による理論をもとにゼーマンは光を放射している家電粒子は負の電荷を持ち、その非電化を約1、1600と決定した。これはほぼ同時期に JJ トムソンらによって測定されていた陰極線の構成粒子のそれとほぼ同じ値であった。 ゼーマンとローレンツはこれらの研究により1902年のノーベル物理学賞を受賞した。磁場のない場合においては、主量子数 n と高位量子数リットルが等しく磁気、量子数ミリリットルだけが異なる軌道のエネルギーは縮体している。しかし磁場の存在する場合には、磁気量子数と磁場の積に比例して、各軌道のエネルギーが変化して縮体が溶ける。この磁場による、 エネルギー順位の分裂を、ゼーマン分裂という。電子繊維の選択率は、デルタミリリットルイコール0、プラスマイナス1であるから、スペクトル線は3本に分裂することになる。このようなスピン角運動量を無視して、軌道角運動量のみを考えた時の分裂を、正常、ゼーマン効果という。違法性正常、ゼーマン効果において放出される、電磁波には、 違法性が存在する。かけた磁場に対して平行な方向にはデルタミリリットルイコールプラスマイナス1の繊維による光が放出される。そしてデルタミリリットルイコールプラス1とデルタミリリットルイコールマイナス1の繊維に対応する光はそれぞれ逆向きに回転する円変更となっている。かけた磁場に対して垂直な方向には すべての繊維による光が放出され、それらの光は直線変更となっている。デルタミリリットルイコール0の繊維による光は磁場と平行な方向に変更している。それに対し、デルタミリリットルイコールプラスマイナス1は磁場と直角の方向に変更している。デルタミリリットルイコールプラスマイナス1の繊維による光はシグマ線。 デルタミリリットルイコール例の繊維による光はバイセンと呼ばれる。多くの原子の場合にはより複雑なスペクトル線の分裂が見られる。このスピン角運動量と軌道角運動量の両方を考慮した場合の分裂を異常、ゼーマン効果という。ゼーマンが最初に発見したナトリウムの D 線の分裂においてもより詳しく調べると複雑な分裂があることが発見された。これは 古典電磁気学では説明できず、発見後長らく謎とされていた。量子力学の成立後、電子のスピン軌道相互作用の結果、より複雑なエネルギー順位の分裂が起こることが原因と分かった。このスペクトル線の分裂は NMR や MRI などに応用されている。ありがとうございます。